どうもこんにちは、あたりです。ライザのアトリエの常闇の女王と秘密サブタイトルが出てこない。今回も、あれです、サブ回です。どんどんクエスト解消していくよ。結構やっぱ一人一人こう深掘りしていくイベントが多いよね。どうも、あ、レントじゃん。どうした？どうした？何の話だ？あ、はい。あ、この子あれだ、ファンタジーものを描きたいとか言ってたから。はあ、竜がいたところで取れるものをいただいてもいいですか？はあ、竜素材？いいよ。ロステバッサ香水3つ。はい。品質はこだわらない？いいよ、じゃあ。なんか適当にあげるわ。はい、どうぞ。なんでこれなんだろうな。はい。お、この子は将来、大物になるかもしれないな。今のうちから文章を書いてんだろ？すごいな。才能だな。あ、あ、なんだろう。音を届ける、あ、音を届ける、そんなクエストはまだやってないの？うんうん、まだ発生もしてない。うん、他の地区で、ああ出る出てる、ああヤギいるヤギいるな。いつぞやの各地を巡っているヤギ、どこ？あそこか。オッケー、行ってみるか。あれ、こっちか。ん、あそこに、ん、あ、あ、上かい、うん、どうした、お前も冒険したいのか。影から魔物がこっちを見ていたんだけど、おや、ロミーさんがいそうな場所に落とし物か。これはロミーさんがいつも持ってる帳簿。え、落としたん？はあ、ロミーさんを探しに行く。ロミーさんいるね、いたいた。お、あの姿は。ロミーさーん。あ、どうした？ここらじゃ見かけない魔物が道を塞いでる。はははは。クラウドライナー一体の討伐。どれどれ。あ、どれ。あ、あれでしょ？あれだよな。行くぜ、勝ってこら。よっしょ。肩鳴らしにもならねえな。肩鳴らしにもならないです。せっ、おやっ、ちょっと、これならどう。どうどん、バーン。そこだそこだ、余裕だな。せっ、そこだ、せっ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 。あー、勝っちゃったもう終わりかよ、もう終わりかよ。ロミーさん、倒してきたよ。あ、そうそう、帳簿ね。やっぱり助かったわ、なくして困ったところなの。お、いいものあげる、ありがたい。はい、またどこかで会ったらね。帳簿持ってきてくれる人を待ってたんじゃん。商人の中でも分かりやすいらしいよ。どこに行くんだ。まあそういうこともあるわな。あ、渓谷に何か出てるな。ヤギいるか。魔物の影、これヤギだな。行くぞこれはきっとヤギだな。こんな壁にくっついた遺跡なんて、ヤギ、あ、ヤギいる。ほとんど乗ってないよ。
ヤギいるじゃん、襲われてるじゃん。岩肌にヤギさんが。よし、助けよう。よいしょい。油断はするなよ。オッケー。せい。おや。いっちゃって。どうどん。そこだ。そこだ。お、スピンダー。そこだ。せい。ライザ、やってみろ。ライザ、頼んだ。当たれ。防御されちゃう。おや。そこだ。せい。すればいいここ。着敵すれば浴びなくてもいいかな。ここで発生するからここでエクストは。みんな、はいよ。行っちゃおうか。当たると痛いよ。そこだ。ドドドドン。ドドドドン。体を。終わりだ。いや、おお。ブレーキ発生。ありがとう。へへへ。召喚。ありがとう。じゃあ、ここ見たな。ダーン。さあ、どんどん進もう。あれ、どうすんの。こ、私上に登れないんだけどな。あ、どうしよう。あ、話せる。めつけるのが遅かったら危なかったな。あ、まさかひづめスタンプありがたい。集めてんの。また会う予感しかしないわ。どこに行くのかね。以前何かしていたあれか。あ、パットさんとバーバラさん、バーバラさんだっけ。あ、ちょっと今大事なとこだから。そうだよ。二人でここに来るのはバルターが亡くなった時以来だな。そうね、かなり前かしら。悪ガキ三人組の勢ぞろいね。はは、昔はよく言われていたな。あ、かく、あ、あーあーうん、昔仕上げに、あ、うん、そんなこともあったっけか。あ、島に住んでるおじいちゃんおばあちゃんたちもただただ生きているんだよっていうお話だったな。染め物屋はその後どうなるんだろうな。まあ、おいおいかな。うん。そういえばな、なんかいろいろお話ししてくれる、あ、ダニエルね。うん、ディアダニエル。あ、ハーモニカ。はね、あ、楽器屋さんを紹介するの。あ、そうか、ダニエルさん自身は結構なんか外に出て旅してるとか言ってたもんな。うんうん、行ってらっしゃい。あ、揺らぎの毒煙。はねえ、どこに行くんだい。3個か。作ったことなかった気がするな。これなんかが足りなかった気がする。作ってきたよっと。どうぞ。ダニエルさん。ええ、更新用の道具だぜ。これで安心して楽器屋に行けるね。
使うと中から毒の煙が出てきます。毒なんだよねライザも気をつけてね。はは。ダニエルさんは行ってしまった。どこに行くんだ。まあそのうち帰ってくるでしょう。飽きてる帰ってきてる。どうも。ねえ、それがないとダメだったのかな。確かに確かにだな。海渡らなきゃダメだもんな。わーい、弾ける甘味料なんかもらったぞ。まあいいや。ヨンナさんがなんか、あーどうも、またなんかあれな、化粧品、あうんはい、あーウォーパウダー、あえん、それならやる気の赴くままに体を鍛えると言って言われて、んんあ、え、物足りなくなって魔物を相手にするように、えもっと強さが欲しいと言ったら武術大会に出る話んど、えちょっと前まで王子様だとか新たな出会いが欲しいとか言ってなかったっけ。そうだったもう行くとこまで行っちゃってるじゃん私が大会に勝って戻ってくるよう祈っててね。完全に以前と別人になってる。確かあの人婚活してたよな。強さを求めて出て行ったけど、ダニエルさんのクエストがまた発生しているんだが、どうしたんだ。もう戻ってきたんだ。あ、ハーモニカ修理してないよ。店の前まで行っただけ。え、どういうこと。お金お金貯めたら、あ、そう、あ、いつもと様子が違う感じ。はあ、なんだ、残された城の宝の手がかり。え、どういうこと。お、どういうこと。あのお宝探してくればいいってこと。どこに行くの。そうじゃないよな。はあ、はあ、わからないけど。さてと、ロルフさんはその後どうなったんだい。どうも。あれから商人がやってきて商品を見たんだ。おお、たくさん用意してほしい。おお、染め物でか。頼み事を聞いてもらってもいいかな。使ってる機材の中に一部古いまで使ってるものがあったんだけどね。あー、丈夫な板。了解です。鋼鉄合板、あー鋼鉄合板ですね。品質50以上を3つね。 OK です。作ってきます。どこに行こうかな。はい、どうぞ。123、 OK。 お、当番問題なさそうだ。よし、ありがとう。染め物頑張ってね。終わっちゃった。 OK。すぐそこにジェナちゃんがいるな。ジェナちゃん、おこなの。はあ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 、あ、ピーター。何、あピーターさんの娘さんだったんですね。怒ってるじゃん。何かに使えないかなって言ってるけど。どうも。また顔に出てきたか。え、どうしたの。はあ、新しいハーモニカ。なんか、フラジーな、何にか、みたいな。あ、そう、エネルギーアニカね。華やかな旋律付き。ほう。ねえ、なんでハーモニカ修理やめたんだろう。
なんか思い出の品とかなんかそういうあれなのかな。持ってきたよ。なんか旅の目的を考え直さないといけないなとか言ってるけど、どうした？ダニエルさん、もらってもいいのかい？うん、作ってくれたのは本当に嬉しいけど、人前で吹くのは慣れてなくてね。なんかそんなことを言っていた女の子を知っているけども、それとはまた別の話ですね。